おはようございます。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今私は、静岡県の道の駅下鴨温泉湯の花というところに来ています。今回はレガードネオプラスに乗っている先輩2家族と一緒にこの時期の伊豆を満喫しようと思います。この道の駅は静岡県伊豆半島の南に位置しています。この位置ですね。今のこの時期、南伊豆は、河津桜がとっても綺麗に咲いています。今日は2月25日土曜日になります。早速、川沿いの桜を散策してみたいと思います。川沿いに河津桜が満開の状態で咲いていました。いかがですか？すごい量ですよね。菜の花とのコントラストもとっても綺麗でした。黄色とピンクのコントラスト、いかがですか？綺麗ですよね。3年前は時期が遅くてライトアップされた葉桜を見たのですが、今回はちょうど良い満開の時に見ることができて、河津桜を満喫することができました。次の目的地の石廊崎に向かう車内で道の駅で買った出来たてのヘラヘラ団子をいただきました。ごまがすごいね、これ。ごまがすごい。ごまって、ごまじゃない。ほんとだ、ごまだ。美味しいね。まだあったかかったから。石廊崎に到着しました。こちらは日の出も日の入りも望める最南端の地になります。石廊崎の灯台は私が知っている灯台の中では低い方になります。実際にそこから海を見下ろしてみるとカラフルな遊覧船が見えました。またどこから上陸されたのかは分かりませんが釣りをされている方もいらっしゃいました。この岩山の向こうに神社があるということで向かってみたいと思います。この見えている場所が最先端の場所になります。そこに行くまでの間は急な階段を降りなければいけません。手すりにつかまりながら狭い階段を降りていきます。こちらが石廊神社になります。この神社は断崖に建てられていて今ご覧のように、太い柱で支えられています。こちらでお参りをさせていただいた後最先端の地へと向かいます。ここが最先端からの眺めです。この場所が日の出日の入りの両方を見ることができる特等席ということです。この時期は無理ですが気候の良い時期なら両方見てみたいですね。このような場所に神社を建てるというのはとても大変だったと思います。そう思いませんか？帰りもえっちらおっちらと階段を上り、レガード3台が連なって本日の宿泊地RV パークを目指します。こちらが本日お世話になる RV パーク伊豆黒根岬になります。このような形でレガード3台を並べて、道を挟んで向かい側にある徳蔵丸というところで夕ご飯をいただきました。今回いただいたのは金目の煮付けと、お刺身、そしてアワビのご飯が、入ったセット、これで3500円でした。
とっても美味しかったので完食です。ごちそうさまでした。食事の後は薪ストーブを出して寒暖していましたが、雨が降ってきたので急遽我が家のレガードにて6人で楽しく酒盛りをしながらレガード談義で盛り上がりました。先輩方のいろいろな創意工夫を聞きながら素晴らしいなと思いながら、楽しく過ごすことができました。それではおやすみなさい。翌朝、昨日お会いした可愛いワンちゃんとお別れのご挨拶です。麦ちゃん3歳とももちゃん7歳です。素敵なご夫妻で楽しくお話をさせていただきました。またどこかでお会いしたいですね。2日目の最初の目的地の稲取漁港の朝市にやってきました。朝早くから買い物をされている方が多くてびっくりしました。カップを30円で購入するとおかわり自由の金目鯛のあら汁が無料でいただけるというサービスもありました。美味しくて、体もとっても温まりました。そしてこちらでは干物をたくさん購入しました。アジ、キンメ、サンマのみりん干し、サバのみりん干し、塩サバなどなど、たくさん買ってもとっても安いのでびっくりしました。夫はどちらかというとお肉派ですが、明日から我が家は干物三昧の日が続きます。次の目的地の常連の滝までレガード3台で一緒に走ります。対向車線はこれから河津桜などを見に行かれる方かもしれませんね。ちょっと渋滞気味でした。途中でキャブコンに何台かすれ違って手を振ってご挨拶しましたが、どの方もレガードが3台連なっていたのでびっくり顔で手を振ってくださいました。昨晩泊まった RV パークでは夜中に雨が降っていたのですが、この辺りは雪が降ったようですね。木々の上にも道路の横にも雪が残っている状態です。伊豆半島の中ほどにある常連の滝に到着しました。こちらからが上部から見るビューポイントとなっています。上からの眺めもいいですね。実際に下まで降りて滝の近くまで移動してみたいと思います。膝を少し痛めているのでゆっくりゆっくりと手すりにつかまりながら降りていきました。結構距離がありますね。とっても水がきれいなのでわさびの栽培もされています。生のわさびは日持ちがしないのでわさび塩を購入してみました。ステーキとか食べるときにさっぱりいただけるかなと思っています。こちらが常連の滝、すぐ近くからの撮影になります。いかがですか？この迫力が伝わるかな？どうだろうか？いかがですか？水がとっても綺麗でした。最後の目的地の道の駅、伊豆のへそに到着しました。こちらでは、私のこのナオミライフというチャンネルを見てくださっている方から声をかけていただきびっくりしました。駐車していたレガードを見て私の車だと分かってわざわざ売店の中を探してくださったそうです。立ち話でしたがとっても楽しいひとときでした。
謝です。お昼ご飯をいただいた後、この道の駅はいちごで有名なようで、いちごのデザートをいただきました。とっても甘いソフトクリームなのに、それに負けないぐらい甘いいちごがたっぷりと入っていて、600円というのはとってもお安くて大満足のデザートでした。そして名残惜しくて、立ち話を延々としながらもお別れの時が来て、我が家は横浜へ向かい、先輩のレガード2台は名古屋へと向かいました。今回は先輩レガードの方にお誘いいただいて、初めての場所を観光したり、おいしいものをいただいたりと、素敵な1泊2日の時間を過ごさせていただきました。キャンピングカー内の創意工夫もいろいろと教えていただき、新たにできることを発見して、自分なりのカスタマイズをしたいなというふうに今思っているところです。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。